坂旅館ってやつがねなったっちゃろかやすか立ち退いたんかな。すごい、平坂旅館ってなかったですかね。
近くにくら寿司を建てるかな。ですよ。10円引きらしいですわ。10円引きってリッター当たりよね。まさか3000円入れて10円引きとかねえよね。またあそこはえらいな渋滞になるわ。
草原、なんで宮崎で郡山温泉やっちゃうか、郡山が本社やっちゃうか、ね、有限会社近いっちょけ、そんげでけえ会社やねんよ。社長が郡山中人か、福島の郡山出身か、気がすったけどな。